アメリトラムは日本の鉄道車両メーカーである近畿車両が開発した路面電車車両の名称。アメリカ合衆国向けに設計された超低床電車で架線が設置されていない区間でも充電池に貯めた電気で走行可能な部分化線レスシステム E ブリードを搭載する。2010年の量産先行車製造当初は LFX-300 と呼ばれていた。 ボストンのマサチューセッツ湾交通局向けの電車を1986年に製造して以降、近畿車両はアメリカ合衆国における路面電車、ライトレール向け車両市場において高いシェアを維持し続けていた。その中でも特に多く製造されていたのは両端の動力台車を除いた車内の70%が低床構造である部分超低床電車であった。 一方、アメリカにおけるライトレールやストリートカーは需要とともに増加の一途をたどる一方、都市の景観保護や地上設備の簡素化のため一部区間で河川の設置を避ける環境に優しい省エネ化を目指すなど、車両や施設に関する要望も多様化を見せ始めていた。そこで近畿車両はアメリカの 現時市会社である近畿車両アメリカと共に新機軸の車両を開発した。これがアメリトラムである。営業専攻車として製造された最初の車両は動力台車を有する戦闘車体が台車がないフローティング構造の中間車体を挟み込む3車体連接式となっており顧客の要望に応じて5車体7車体に編成を伸ばすことも可能である。 台車を4軸独立車輪方式とすることで、先頭車体も低床化され、車内の全てが低床構造となっている。車内の座席配置は、先頭車体がクロスシート、中間車体がロングシートとなっており、中間車体の腰掛け下部には後日のリチウムイオン、充電池が搭載されている。乗降扉はプラグドアで、先頭車体は肩開き。 中間車体は両開きである。アメリカにおける厳しい安全基準に適合させるため、ニュージャージートランジット向け車両やフェニックス向け車両と同様、専用アルミ型材の連続壁面座屈を利用する衝撃吸収構造が車橋大枠の長手方向に直並列に配置されている。また、充電池を搭載する関係から冷却のための通気口が 中間車体下部に存在するが、台枠や構え体の形状に工夫を加えることで、強度が確保されている。先に述べた通り、100%低小構造を実現させるため台車は、車軸がない4軸独立車輪を用いられる。主電動機は一台車につき2機搭載され、制動装置として、油圧式、ディスクブレーキと非常用の電磁吸着ブレーキが設置される。 また、虹バネ装置として、油圧サスペンションを使用することで床面高さの正確な制御が可能となっているほか、エアコンプレッサーが省略され、機器構造の簡素化が実現している。制御装置、補助電源装置、空調装置などの電気機器は屋根状に設置されている。アメリトラム最大の特徴である E ブリードは、主要機器として電動機、制御装置、 補助電源装置に加え、リチウムイオン充電池と、密ル放電制御装置を搭載した、架線がない区間でも、走行可能な部分河線レスシステムである。電化区間では、終電装置から給電された電力が、制御装置や補助電源装置に加え、密ル放電制御装置により、高圧された上で、リチウムイオン充電池へと流れ充電が行われる。一方、 非電格間では充電池に蓄積された電気が接触器を介して制御装置や補助電源装置へと流れる。制動装置に回生ブレーキを搭載しており、満充電時を除いて回収した電力は充電池へ蓄えられる。これによりアメリトラムは充電池を用いて最大 8km まで走行可能である。この充電池モジュールには GS 岩佐コーポレーションと近畿車両が共同で開発を手掛けた m 3 0 h 8 a 形が用いられ、中間車体に左右12個ずつ計24個が搭載されている。モジュール外装部品に絶縁性が高い樹脂材料を用いることで小型化、軽量化が実現しているほか強制冷却方式に対応しており効率的な空冷が可能となっている。 また、電池監視装置が搭載されており、全セル電圧やモジュール温度などの情報は充電器や車両管理システムへ蓄一送信される。モジュールの主な仕様は以下の通りである。2010年に試作車となる三車体連接車が完成し、まず同年5月から日本の近畿車両工場内の試験線を用いた試験走行が実施された。 翌2011年1月にノースカロライナ州シャーロットで公開が行われて以降はダラス、シンシナティ、ワシントン DC など各都市で展示やデモンストレーション走行が実施された。これらをはじめ興味を示した都市は複数存在したが最終的には講述する他企業の調停床電車が導入されており2019年の時点で アメリドラムの量産及びアメリカ合衆国の都市への導入は行われていない。ありがとうございます。